先月中津祇園で起きた事故を受けて昨夜祭りの関係者が対応を協議しました。警察などによりますと先月28日中津祇園で山車を引いていた14歳の女子中学生が転び頭の骨を折るなどの大怪我をしました。また75歳の観客の女性が他の観客とぶつかって転び腰の骨を折りました。今回の事故の原因究明とですね、対策をですね、各庁で共有し安全ガイドラインの徹底を図りたいということで、あさって事故を起こした地区が会議を開くほか、今後警察の指導を仰ぎ再発防止に努めるということです。